デイビッド・エイカーズは、ケンタッキー州歴ントン出身のアメリカンフットボール、選手。NFL のデトロイト・ライオンズに所属している。ポジションはキッカー。左利きである。ルイビル大学に入学したエイカーズは、ルイビル大の最多記録となる 36FG と、歴代2位の210得点を記録した。キャリア初期、編集1997年。 アトランタ・ファルコンズにドラフト外入団した。同年カロライナ・パンサーズに移籍した。1998年にはワシントン・レッドスキンズに移籍し、1試合に出場。1つの FG と2つのエクストラポイントを決めたものの、FG を2本失敗した。1999年シーズン途中にカットされ、ウェーバーを経て、フィラデルフィア・イーグルスが獲得。 イーグルスはエカーズに経験を積ませるために NFL ヨーロッパのベルリンサンダーにエカーズを派遣した。イーグルス、編集 FG を試みるエカーズベルリンサンダーで経験を積んだエカーズは1999年シーズンはフル出場。ベテランキッカーのノーム・ジョンソンに代わって主に40ヤード以上の FG を担当し6回中3回成功。 2000年シーズンのエイカーズの大ブレイクは NFL のスペシャルチームにおける最大のサプライズであった。33回中29回の FG を成功させ、チーム記録の122得点を稼ぎ、11月には初タイトルとなる月間 MVP を受賞した。2001年は31本中26本の FG を成功させ、17連続 FG 成功という、 チーム記録を打ち立てた。この年には初めてのプロボールに選出され、オールプロのファーストチームにも選出された。2002年はエーカーズのキャリアハイであった。34回中30回の FG を成功させ、自らの持つチーム記録を塗り替える133得点を記録。2年連続のプロボールに選出された。 2003年は FG の機会が29回と少なかったが24回を成功させ成功率は高い水準を維持した。また9月14日にはホームのリンカーンフィナンシャルフィールドで球団史上2番目に長い57ヤードの FG を決めた。2004年は32回中27回の FG を決め3回目のプロボールに選出。 2005年9月25日、オークランドレーダース戦でのキックオフで、エーカーズは左足のハムストリングを切ってしまった。エーカーズは一旦試合を離脱したものの、第2クォーターには足にテーピングをして、試合に復帰。2つのエクストラポイントを決め、さらには28ヤードの決勝 FG を決めた。FG を決めた瞬間、エーカーズは痛みのあまりその場に崩れ落ち、 チームメイトはエーカーズを祝福するために殺到した。エーカーズはその後、故障のため4試合欠場し、シーズン通算で22回中16回の FG 成功に終わった。2006年、エーカーズは前年の故障から復調できず、23回中18回の FG 成功に終わった。2007年は32回中24回 FG 成功と、 やや不調だったものの12月16日のダラスカウボーイズ戦でボビー・ウォルストンの持つ881得点の球団記録を更新した2008年の11月27日のサンクスギビングゲームアリゾナカージナルス戦において通算1000得点を達成シーズントータルでも NFC 最多の149得点を記録した2009年 37回中32回 FG を成功させ、リーグ最多 FG を記録。4回目のプロボール選出を果たした。ポストシーズンも活躍し、プレーオフ記録となる17回連続 FG 成功と、歴代3位の通算28回 FG 成功の記録を樹立した。2010年も11月に14回中13回の FG を成功させて、 スペシャルチーム部門の11月月間、最優秀選手に選ばれるなど、38回中32回の FG を成功させ、5回目のプロボールに選出。また、2000年代の NFL オールディケードチームに選出された。フォーナイナーズ、編集2011年7月29日に、サンフランシスコフォーナイナーズと3年契約を結んだ。 8月12日のニューオーリンズ・セインツとのプレシーズンゲームでは59ヤードの FG を成功させた。9月18日のダラスカウボーイズ戦ではキャンドルスティック・パーク史上最長の55ヤードの FG を成功させた。11月13日のニューヨーク・ジャイアンツ戦では52ヤードの FG を含む4本の FG とオンサイドキックを成功させ勝利に貢献した。 第10週までで50ヤード以上の FG を公開すべて成功させた。第16週のシアトルシーホークス戦では4本の FG を決めて2005年にアリゾナカージナルスのニール・ラッカーズが作った NFL 記録を更新した。2012年の第1週では NFL 最長記録に並ぶ63ヤードのフィールドボールを成功させた。しかしシーズンを通じては FG 成功率69%とキャリアワーストの成績に終わった。レギュラーシーズン最終終終了後、ナイナーズはトライアウトを行い、ビリー・カンディフをロースターに加えた。ライオンズ、編集2013年、ジェイソン・ヘンソンが引退したデトロイト・ライオンズと契約を結んだ。スポーツヘルニアの手術を受けたため、レギュラーシーズン開幕週から彼に代わって、 サム・マーティンがキックオフを担当している。ありがとうございます。